フレッチャー法律外交大学院は、マサチューセッツ州、メドフォード市に本部を置く、アメリカ合衆国の私立大学である。1933年に設置された。一般には、フレッチャースクールとの通称が用いられる。フレッチャースクールは、1933年に、ハーバード大学とタフツ、大学の合同プロジェクトによって、米国で、初めて創設された。 国際関係学の専門大学院である。国際関係学の分野において、世界最高のスクールの一つであり、伝統的に卒業生の連帯意識が強いことで、知られ、俗に、フレッチャーマフィアと呼称されている。外交官養成スクールとしてのイメージが強い一方、卒業生の国際機関、民間企業、NGO への進出も多く見られる。現在の学長は、 レイチェル・カイト学長。2018年に雑誌フォーリン・ポリシーに掲載された、米国大学教員によるアンケート調査結果によると、フレッチャースクールは世界の国際関係学習士課程の中で第6位に位置づけられている。フレッチャースクールは1933年に、オースティン・バークレイ・フレッチャーの遺蔵の一部を使用し、 世界の外交におけるリーダーを育成することを理念として設立された。現在、フレッチャースクールはタフツ大学が管理しているが、創設時の経緯からハーバード各大学院との密接な協力関係が継続されており、ハーバードビジネススクールらと単位互換されている。実際、ハーバード各大学院の学生がフレッチャースクールの授業を受講することや、 その逆も日常茶飯事となっている。フレッチャースクールは学際性のあるプログラムが特徴となっている。現在、2年生のマスター・オブ・アーツ・イン・ロー・アン・ディプロマシー、1年生のマスター・オブ・アーツ・ミッドキャリア向けのグローバル、マスター・オブ・アーツプログラム、及び博士課程で構成されている。2008年度より2年生の マスター・オブ・インターナショナル・ビジネス及び一年生のマスター・オブ・ローズのプログラムを新たに創設した。大半の学生が参加するモルドプログラムでは、卒業までに以下の16の分野から2つをカバーすることが求められる。それぞれの分野は指定の参与コースを履修することで認定を得られる。フレッチャースクールは様々な研究プログラム、研究センターの拠点になっており、 安全保障、外交、紛争解決などの分野での世界トップクラスの研究が行われている。フレッチャースクールは計10校と複数学位プログラムで提携している。複数学位プログラムを終了するためには生徒は双方のプログラムに対して別個に応募し合格する必要がある。合格した生徒は 双方のプログラムを半分ずつ終了することで、双方の学校から修士号を受領できる。複数学位プログラム提傾向は以下の通り。学生数は約450名。平均年齢は27歳。全体に占める留学生の比率は約40%。日本人学生は全体で20数名程度。 http://japanese.donga.com/srv/savice.php3 バイドイコール2兆90億9306万7978ザベストインターナショナルリレーションズスクールズインザワールドフォーリンポリジー2019年12月8日閲覧ありがとうございます